Okay, ready? Here we go!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  Alright! おはようございます。朝です。さあ、昨夜も知らないうちに寝てしまいました。ベッドもちゃんとメイキングすることもなくまあまあ狭苦しくはありますが、4人で過ごすには十分快適な空間。おはようございます。さあ、今日はね、こういうキャンプ場でした。海までわずか3分ですね。いいキャンプ場を見つけました。見つけましたって昔から知ってたんですけどね。初めて利用させてもらいましたが、すごくいいですね。さあ、朝の準備をしていきましょうか。さあ、駐車場を出ると、すぐ目の前がビーチなんですね。目の前というか、この先ですね。大浜海岸と言います。行ってみましょう。先に母ちゃんがいましたね。いやー、なんてことでしょう。波がない。あ、泳いでる。しかも裸じゃん。海水あったかいんですね、今日も。で、乗れる波は全く来てないですね、これね。ちょっと外すにも限度があるなっていうぐらい、今回の伊豆サーフトリップは外してしまいました。でもいいんです。大事なのはこのロケーションに出会うこと。朝ごはん、小鳥さん、葵さん、たくさん食ってる。俺だけおにぎり、また意地悪されてる。俺だけ。さあ、朝ごはんタイムです。ごちそうさまでした。波はない。OK、 ちょっと待って、板を置いてから。もうちっちゃくなってきちゃったな、青にとっても。海から上がってきました。母ちゃんもシャワー浴びてきた？ここのキャンプ場はシャワールームもあるので、海上がったらそのまんまウェットごとシャワールームに飛び込めます。最高ですね。温水シャワー。じゃん、塩焼きそば完成。食べましょう。いいよ。小鳥は？あ、せんげん。え？もしかして、ノーメイク？あー焼きそばいただきまーす。麺がちぎれてる。麺ちょっと柔らかくなってます。焼きそばじゃ足
足らずカップラーメンを食う息子は今急速に体が大きくなろうとしています。おいスマホいじんな、ね、やばい、それでは2日目の車中泊スポットに移動したいと思います。 Here we go。 すごくいいキャンプ場だったね。ねえ、よかった。波あんの？ないし、波ないのにこんなに人がいる。残っちゃうよ、さすがハイラックス。相当な登山斜面ですけども、まあ、その代わり今ローギアね、1ギアです。おお、かなりの急勾配。まあ、ちょっとね、4駆にしてもいいかもしれないから、うおー、一気に行かないとこれは怖い。そうですね、25度ぐらいはあるかな。ロンクン設定完了、レッツゴー。さあ、ロンクンにしました。どうですか？めちゃくちゃパワーありますね。非常に心強いです。もうロンクンになったら無敵です。先ほどよりも非常にトルクフルな感じはしますね。いやー、抜けましたね。なかなかな道でしたが、車自体はすごくパワーがあるのと、四駆に切り替えたことでかなり安心して登ってきました。この辺がね、やっぱりハイラックスがベースにあるので非常に安心ですね。まあ、ただし車幅が広いのと高さが非常に高いのでね、気をつけながら運転したいと思います。到着、第一駐車場。今夜の車中泊スポットはここだ。こういう場所を知っているのも旅を続けているからです。ねえ、スミさん。バーン。このようにね、風が強い日は風力発電の風車がぐるんぐるん回ってますけども、風の抜ける場所ですね。非常に気持ちのいい高原です。入山協力金にご協力ください。その高原を維持するには境界の草を刈り取り、防火帯を作り、整地をします。さらに2月頃には全域の山々を行い、自然草原を維持しています。多くの区民の協力のもとに作業を行っています。これらの活動を支える入山協力金にご利害とご協力をお願いしますってことでね、100円。あ、いっぱい入ってる音がした。協力します。ありがとうございます。こんなに素敵な高原を用意してくれてありがとうございます。こんなのんびりな休日過ごすの久しぶりだね。今日ずっとノーメイク。うわ、ノーメイク。悪くないね、このリラックスタイム。さて、ディナータイム。はい。始まりました。母ちゃん、今夜はまずおつまみ、レバーを、はい、小笠原のスパイス、これこの間買ってきたやつですね。あと堀西と、うん、いろんなバージョンをちょっと分けて味の変化を楽しめるように期待してます。フライパンにアルミホイルを敷くのはなぜですか、母ちゃん？洗わなくて済むからです、フライパン。知恵、うん、ハムちゃんがやってた。なるほど。あいつの知恵を盗んだと。鶏肉に振りかけてから焼くと絶品に。俺の生まれ故郷小笠原の、僕が小笠原。ハーブの匂いがすごくいい。七味ハーブ、七味グリーンオニオンソルト、新潟のキャンプアウトドアイベントでいただきました。いただきましょうよ、うん、みんな
食べ方違うって、みんな食べ方違うって。こうですよ。うん。お皿もすごい。うまーい。うまーい。よし、父ちゃんも3本目食べる。てってれー。ガツのたたき&シャケハラス。ポテトサラダいただきまーす。うまっ。うまいで。生なのに、これだけ。青い人のちょっと説教すぎる。OK、食べましょう。いただきまーす。どうなの？うまい。うまっ。自画自賛。いただきまーす。さて、ベッドモードにしました。こんな感じですね。まあまあまあ、窮屈っちゃ窮屈なんだけど、でもこのサイズの中で、これぐらいゆとりを持って空間が作れるのはいいよね。それでは、今夜は消灯です。グナイ。サンライズ、サンライズ。高原のサンライズです。朝日がまた昇って一日が始まります。おはようございます。サニー。母ちゃん何やってんの？電気がなくなってしまったので炊飯器が使えず。何でご飯を炊く妻よ。うおー、すごい母ちゃん、天才。何のパン？おー、美味しそうじゃんか。ジョコジャン。山盛りやるから。はい、あお、せーの。いただきまーす。これ30分コース、これだ。こっちから。よし、30分コース行ってみますか。はい、30分コース終了。ここで駐車場に戻れます。サニーがいるわ。すごい。
超でかいブランクだね。下手くそか。ブランコ下手くそか。さあ、葵の油そば、どうぞ。まずね、全部ね。ですよね。そう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 。そこのやつを上に持ってくる感じで。うまそうですね、葵さん。まあいいや。おいしそう。小鳥さんもおいしそうだね。すごいなんか丁寧だね、盛り付けが。本当だね。うん。器もおしゃれ。わお、いただきます。ちょっとね、この量です。ででん、すごい大盛りになってしまいました。うまい。お疲れ様でした。腹いっぱいになった。やったぜ。さて、熱海までやってきました。今回の旅はもう帰り道ですね。これからまたカーステイに、このサニーを返却しに向かいたいと思います。はい、ありがとうございます。お邪魔してます。はい、どうもありがとうございます。ガソリン代13,000円。まあ悪くない。何リッター入りました？64リッター入って、リッター約5キロですね。あの燃費。おお。渋いね。渋いね。まあ、今回、ほとんど高速道路乗らずに、ほぼ下道ばかりで来てる。あの、往復してるでしょ。さらに、伊豆半島の一番アウトライン、山道をね、こう、通ってきてるんで、それでいて、このでっかいね、キャンピングカーが乗っかってる重い車体で、まあ、リッター5だから、まあ、悪くはないかな。まあ、スーパーポジティブ。まあ、許容範囲じゃないでしょうかね。まあ、だから、総合的に見ても、やはり、非常に運転しやすい、そして経済的にも、パフォーマンスの高い、キャンピングカーじゃないでしょうか。サニー。無事に戻ってまいりました。モビラボーベースキーワードセ。到着。今回は無事故無違反。よかったよかった。よかったよかった。ぶつけることもなく、ぶつけることもないよね。一安心、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。あなたのお名前は？はい、カーステイのモビラボの小賀と申します。小賀くん、はい、無事無事故お帰りください。いや、いい車でした。最高にいい車でした。もう返したくないぐらい、はい、まあもう俺の中では半分俺のものになっちゃったからね。ジャイアンだからね。気をつけて。お前のものは俺のもの。俺のもの的な感じね。あのカーステイのものも俺のものです。一段落以上になります。はい、ランズウィック号、はい、最高の旅をありがとう。ではお礼を言ってお別れしましょう。はい、せーの、ありがとう、ありがとうございました。三角ありがとうございました。モビラボランズウィック号はこちらで借りれます。お世話になりました。Let's go! おい、ベースケ、寂しかったかい？最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。Dude, that father is 10 men permed!